超愛取引とは、江戸時代に広く行われた、相場当期の空物取引のこと。超愛商などと呼ばれ、取引対象物によって、超愛米、超愛金などとも呼ばれた。江戸時代に、米相場において行われた取引に空米取引、超愛米取引と呼ばれる方法があり、それによって成立した相場を空米相場、超愛相場と呼んだ。 空米取引は主に超愛米賞によって行われた。この取引は建物米と呼ばれる架空に設定された米による取引である。空米取引はその日の現物取引である商米取引に先立って行われたので、当日の商米取引も空米取引の相場を侵略して形成されていったため、先行指標としての役目を果たすとともに、米価の平準化をもたらした。 さらに、商売取引と空米取引を同時に、反対の作用の取引を行うことによって、米価変動に伴う損失を抑えることができるため、商売取引に対する一種の保険作用も有した。こうした、空米取引は18世紀の初めまで、江戸幕府によって、不当な取引として禁じられていたが、教法15年に空米取引が、大阪の道島米会所に限って認められた。 もっとも、因果大阪以外の米が集積される、初都市でも、幕府の規制にもかかわらず、空米取引が実施されていた。ありがとうございます。